俺たち海賊だ。お宝取ってやる。僕たちはコビタなんだ、おみとさんなんだ。幻のリンゴじゃねえか。プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。いつもあるわよ。僕たちはコビタ、足型大好き。僕たちはコビタ、お仕事大好き。ハッハー、僕たちはコビタ、お仕事大好き。ハッハー。うわー、こんなところに綺麗なリンゴがいっぱい落ちてる。集めて姫ちゃんプリンセスに届けよう。あいしょあいしょあいしょ。姫ちゃんプリンセスはね、リンゴ大好きなんだよね。絶対喜ぶぞ。よいしょよいしょ。このリンゴを食べるとね、すっごく長生きするんだよ。僕たちコビトはね、このリンゴを食べているからね、3000年もね、生きられるんだよ。ハンマーが持てない。まあいいや。姫ちゃんプリンセス、僕たちはコビト、足が大好き。ハッハー。俺たち海賊だ。お宝取ってやる。俺様の名前は世界一有名なパパ海賊だ。風の噂じゃ寿命が伸びるという幻のリンゴがあるっていうんだ。みんな知ってるか？食うと寿命が伸びるっていうリンゴだ。俺様は今その幻のリンゴを探して、この大海原をさまよってねえぞ、迷ってもねえぞ、冒険してるんだ。うん、俺様のご自慢のこの船、ゴーイングカバー号だ。俺様は今までどんな嵐も乗り越えてきた。うん、幻の寿命が伸びるリンゴどこかな。島一つねえな。天気が悪くなってきたぞ。俺様のこのゴーイングパパクゴーなら大丈夫か。雷強いじゃねえか。うわ、すっげえ雨。うわ、すっごい揺れる。うわ、まだ大丈夫だ。はい、気持ち悪い。どうして沈まないはずのゴーイングパパコ号は嵐にのまれ沈みました。パパ海賊は姫ちゃんプリンセス王国の砂浜に流れ着きました。嵐、知らねえところへ来ちまったぞ。俺の大事な大事なゴーイングパパコ号はどこだ。ボロボロになってやがる。あの船がねえと幻のリンゴ探せねえじゃねえか。いい香りがするね。これ何の果物だ。まさか幻のリンゴじゃねえか。とっても甘い香りで、みかんと桃とぶどうが混ざったような香り。とてもいい香りっていうぐらい聞いたことあるぞ。この匂い絶対そうじゃねえか。よしよしよし、もしかして俺様超ラッキーかもしれねえぞ。幻のリンゴは1個10億円で取引されているんだ。1個でもゲットできれば俺様海賊引退できるぜ。よしよしよし。あ、そうだな、もし2個を盗んだら1個食って寿命を伸ばして10億円ゲットして長い間遊んで暮らせばいいってことか。俺様天才だな。よし、どっちどっちだ。いい香りです、こっちかい。パパ海賊は幻のリンゴを探し始めました。え、なんか立派なお城が見えるぞ。うわ、あのお城からみかんと桃とぶどうのいい香りがするな。
これマジはね、あの城の中に俺の星のリンゴがあるはずだ。へへ、俺様超ラッキーだぜ。よしよし、皆さん、ごきげんよう。私は姫ちゃんプリンセスよ。そろそろ寒くなってきたから、美味しい美味しい旬のリンゴが食べたいわ。僕たちはホッピンタ、ホイトさん、なんだ、あ、オーケンコビト、久しぶりだね。久しぶりだね。すっごく綺麗なリンゴが落ちてたから、これ食べて。え、こんなにたくさんのリンゴ、いいの？うん、ありがとう、オーケンコビト、美味しそう。すっごいカラフルなリンゴ、黄色とか赤とか、なにこれ、すごくいい香り。え、しかもこれなんか黄色と赤、マーブルカラーじゃん、かわいい。このリンゴを食べるとね、長生きするんだよ。え、そうなの？うん、すごい、リンゴを食べるだけで長生きできるの？うん、僕たち小人はね、ずっと食べてるんだよ。あ、だから小人さんたちは長生きなんだ。そう、すごいね。うん、あれ持ってるの幻のリンゴじゃねえか。あれ、オークンコビト、なんか大きくなったね。コビトから中ビトに成長してきてるんじゃない？そうだよ、僕はね、最近成長してきてるからね、もうちょっとで中ビトなんだよ。うん、よかったね。うん、大人になったらパパコビトみたいになるの？うん、ちょっとやだな。確かに、どうから、カメラの横で待機しているぞ。これ150キロ台そんなないわ。本当に綺麗なリンゴね、早く食べたいわ。僕一個食べよ。お、見て見て、おいしい、ジューシー、おいしいおいしい。そんなにおいしいんだ、私も早く食べたい。うん、だけどオープンコミとそれ丸かじりしてるね。切らないの？うん、そのまま食べても美味しいもんね。うん、よし、いいこと思いついたぞ。ちょっと離れて、変な声出しておびき寄せて、その隙にリンゴをいただくとするか。おいしそうなリンゴじゃない。こんにちは。あれ、誰か声がしたわ。お客様かしら。ん、ちょっと見に行ってみましょう。うん、僕も行く。うん、よし、行こう行こう行こう。パパ海賊は姫ちゃんプリンセスの部屋に侵入しました。これね、これね、これね、これだ、これ幻のリングで、あのガキども騙されやがって。よし、じゃあこの幻の何がある？ 1,2,3,4,5,6,7 と、あと食いかけが一つか。70億。え、あ、この食いかけのリンゴを食えばいいんだ。寿命が伸びて70億ゲット、天才。よし、もうこれ全部いただいていくぞ。よし、よいしょっと、あぶ、おっ、せーの、うっ、出た、あ、え、もた、動かねえ、え、せーの、ほっ、最近あの掃除であの雇われてきた、使用人？そうです、使用人でござんす。掃除してたんです。だけどうちのお城の使用人たちこんな格好してたかしら。いや、これ最近あのこの前ハロウィンで、はい、あの街中に捨てていたコスプレです。私貧乏なんで洋服がないんです。
腰が痛くて。え、あ、だだだだ、どうしたの？え、いや、このリンゴを盗もうとして、あ、違う違う、あの、このリンゴが、あると掃除ができないので、動かして掃除しようとしたら、ドキシってなったんです。ああ、そりゃそうだよ、だってこのリンゴ、一つ100キロも重さがあるもん。ねえ、あくん、こびた。うん。え、は、8個だったら800キロってことですか？そう。あ、あなた、ひいきなのね。バリモノじゃねえか、さっき軽々と思ってやがったぞ。ちょっとじっこいの。おめえ、おめえ、小人か。中人になりかけか。いえ、ちょっと持ってみろ。あいさ、うわバカ力か。やっべえな、これなんとかして1個でもリンゴ持ち帰らねえと。せっかく目の前にお宝があるのに。うお、軽々と100キロを持って食ってやがる化け物だ。ところであなた、何の掃除してたの？え、いや、あの、床を拭きしようかなと思って。だけど私のお城綺麗だし。え、いや、あ、え、もちろんでございます。あの、綺麗なんですけど、超綺麗にしようかと思ったんです。綺麗なのを超綺麗にしようと思ったんです。だけど今の時間帯は使用人たちはお部屋に入れないはずよ。え、空いてましたよ。それにも入っちゃダメな規則が。あ、そうですか。あ、これは私失礼しました。よいしょ。あの、私今日からなんです。なのでこのお城のルール知らなかったんで見逃してください。じゃあなんでハロウィンからってさっき言ってたの？いや、私貧乏なんで、この衣装、街のなんか人たち、街人がハロウィンで楽しんで、全然適当にペッて捨ててるのを、洋服買うお金がないからそれを着てるだけって言ったんです。なんか顔も変なのついてるし。いや、結構私この目でも可愛い一面もあるんでやすよ。ここほら、ほらよく見たら半分になってる。みんなもほら、私結構可愛いんですよ。ほら、可愛いですよ。可愛いですよ。だからあんまり怪しくないですよ。で、あ、腰が、一つ聞いていいですか？どうしたの？これって食べると寿命が延びる幻のリンゴですか？あ、そうよ。よく知ってるわね。ええー、なんかこれを売ると高いって聞いたんで盗みにやっちゃってじゃん。あれなんです。私のおばあちゃんが病気なので、このリンゴ食べさせて嘆きさせてあげたいなと思って。ああ、それはかわいそうに。くんこびとリンゴ1個分けてあげる？うん。1個分けてあげよっか。たくさんあるし。ありがとう、ありがとう。大丈夫？重い。100キロ。ひりきすぎ。たった100キロでそんなに重かった。どうしてるの？ほい。おじさん大丈夫？全然大丈夫じゃない。ちょっと怖いな。危ないで100キロも振り回すんじゃねえよ。お願いがあるんですが、グローリングをちょっと外まで運んでくれませんか？え、ちょっと一緒に外まで来てもらえるだけでいいんで、私持っていけないので一緒に運んでください。いいよ。いい？うん。じゃあお願いします。これちょっと食べたら長生きできますか？うん。今私食べていいですか？だけど、年に1回しか取れない幻のリンゴだから、そんな軽々と誰かに食べさせるようなことはできないよ。1つぐらいはあげてもいいけど。これどうですか？私今腰やっちゃって調子悪いじゃないですか。うん。このリンゴを食べて寿命を伸ばして、ずっとこのお城の清掃とか、姫ちゃんプリンセスを守ったりするってどうですか？役に立つはずです。あたす結構意外と可愛い一面ありますし。何ができる？無茶ぶりモノマネとか。結構楽しまれせること好きなんでやるんですよ、あたす。最近娯楽がなくて困ってた。あれどうですか、ちょっとなんか一緒にこうなんかやってみるんで、それで笑えばこのリンゴを食べさせてください。分かったわ、じゃあいいわよ。一口。結構ケチだな、このちびっこは。やべえ。
べえな、やべえな、うまいこと言ってなんとかこのリンゴを盗み出されたわ。頭乗せるぞ。やめてください、つまらない試合やすい。ダメだよ。じゃあなんかあのお題振ってくれればなんかやるんで。こう見えても私昔大道芸人やってたんです。嘘ほら笑った今の音だった。あ、ダメ。確かに煉獄さん VS 赤座を一人二役で再現。このプリンセスむちゃくちゃな要求しやがるんだ。リンゴのためには頑張るしかねえね。ここで笑わせなければ後がねえぜ。煉獄さん VS 赤座一人二役。ちょっと見ててください。いきますよ。ここからでいいですか。どのシーンそれ。何やそれ、何やそれ。こんなのあった。よもやよもや、あれがやったら入りたい。柱としてうまいらしい。あ、うまい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 。ほうほうほう。お前も鬼にならないか。何やの、ほうって何。俺は人だ、人間だ。人間は死ぬから儚いんだ。あれ、なんかどこどこ合ってて、合ってない。あ、赤座バンジズボ。ここね、ここ。うぇー。俺は鬼にならない。ありがとうございました。くるりんごと。どれですか、これ。面白い。本当ですか。なんかいろいろ合ってて間違ってた。でも面白い。すごい。じゃあじゃあこのリンゴ、ちょっとちょっと待って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 、まだだよ。まだ食べちゃダメ。さあ、なんか面白いからもっともっといろんなことをやってほしいもん。そしたらいいや。わかりやした。じゃあ次、おくんこびてお題出して。じゃあ、東京リベンジャーズマイキーのね。あ、ついんじまった。腹黒ああ、やっちまったぜ。やっちまったぜ、これ。ああ、やっちまったな。知り合い、行きやす。こう文字書いてるやつ、あの初代総長でござんす。やってるやついる？いねえよな。メビウス潰すぞ。ありがとうございました。なんだそれ、クリパ。もういいですか。ダメ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 。オウくんこびとこのおじさん面白いね。ごめんなさいごめんなさい。もう私つい、ほら、そう、このガキども覚えておけよ。え、俺様お金持ちになって。リンゴ、いや、あの、柿食べたいなって言ったら、リンゴも美味しいけど柿も美味しいなって言ったんです。クタにどう。あ、100kg重い。あの、次何ですか。今考えてる。美味しいな。浅草で無惨に遭遇した炭治郎と水子。一人三役。じゃあそっちで見てみて。禰豆子は人間に直してやるからな。ねえ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 。いい子だ。絶対のお兄ちゃんは直してやるからな。ねえ。この辺りだよね。この辺りに無惨の気配がする。匂いがする鬼の匂いだ。あそこにいるぞ。あいつだ。うけー。よし、これかぶってる。あ、無惨帽子かぶってる。よし。バレちまったな。ちょっと待って、通行人が、うん、あれだった。よし、よし、
よし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 、通行人を鬼にして大騒ぎにして今のうちに逃げる気だあいつ。ムーブーブーブーそう、お前だけは絶対逃がさないからな、ムさん。何その梅干しみたいな顔。こんな顔するです、こんな顔するですよ。ありがとうございます。クリーパー、ありがとうございました。グリーンパッド。よし、そろそろこれリンゴ。ちょ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 、あれやだ、湯が壊れそうだ。もうちょっとヒヒ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 ヒ。あいたたたたたた、ちょっと食べてるんだけど。あ、うめえ。いや、ええ、待って待って待って、ごめんなさい、あいたたた倒れて、このそのまま行けや、あわーって言っちゃったのさ、あわーって。そうそう、こいつ倒れてるの、ノンノンしてたもん。倒れてて、ノンノンしてた。ノンノンって今の顔、行ってきて。立ち切れな。二人ともちょっと落ち着いて聞いてください。いきますよ。こうやって再現しやすよ。見ててくださいね。こうやって、こうなってて、これでアグアっていったんで、こうやって。うめえ。うめえな、このリンゴ。すごいおいしいリンゴだ。みかんと桃と、ぶどうとリンゴの味がするな。ねえねえ、さっきこうやってね、こうなって、ね、かっこいいと、こうなってね、こうなって、おばあちゃんのくだり全部嘘だったんすよ。こうなったんですよ。まるで、こうきて、いや、持ってんじゃん。いや、持ってんじゃん、100キロ。こうなったんです。おばあちゃんの話全部嘘だ。こうなってこうなったんです。ねえ、おじさん。え、なんだ。今何歳。え、何が。わし87歳だ。おばあちゃん。おばあちゃん。おばあちゃんは15年ぐらい前に亡くなっちゃったんだ。さっきの話。え、そうって。さっきおばあちゃんの病気とか言ってた。おばあちゃんの長生きさせたいから荷物もない。この人はさ、つきものだ。私の部屋に勝手に侵入した使用人だとか言い出して僕は一緒だ。僕こびとやっちゃって。あれだ、あれあんまり聞かないでやんすよ。もしかしてリンゴ食べたから、リンゴが伸びたから。ちょっといいっすかなんすか、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 なんかリンゴ汚い。リンゴ、あら、あら、あ、あ、飲んでるようになって、この、そうか、お前たち黒リンゴを食べてるから寿命も長いし力持ちだったんだね。へっへっ、なんと思ってぞ。どうしよう。もうこのままじゃ攻撃しても効かないから、同様の中に閉じ込めちゃおう。猫だ、猫。うわ、まだリンゴを食べたばかりだからそんなに力ないはず。うわうわぁ、こっち行きなさい。こっちよ。ちょっと入りなさい。うわぁ、うわぁ、出て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 、うわぁ、うわぁ、あぁ、あぁ、まだ片付けきれてないボールプールの毛よ。ああ、滑る。コロ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 し、動けない。起き上がれない。もうあなたは一生そこへ入ってなさい。寿命がせっかく伸びたっていうのに、こんなところで3000年も嫌だ。許してくれ。ダメよ、絶対許さない。こうしてパパ海賊は3000年の寿命を手に入れたけど、
ボールプールの刑にされました。一生そこへいなさい。モモルシのリンゴなんか食べるんじゃなかった。欲張るとろくなことがないよ。じゃんじゃん、バイバーイ。モモルシのリンゴ本当にあるといいね。うん、それな。ババコが落下、ババコがたくさん落下してくるわよ。何人いたかわかるかしら。よーい、はー、おしまいよ。正解はみんなわかったかしら。